寒い寒い寒い。ねえ、山頂はまだなの？あとどれくらい登ればいいのよ。そうだね、ここはまだ中腹あたりってところだろうな。嘘でしょ、まだあと半分も残ってるだなんて。ちょっと、なんなのよこの薄気味悪い声は。どんどん増えてるみたいだぜ。ねえ、ひょっとしてこれ。魔物だ。やれやれ、参ったね。この数、なんとかして突破しなきゃ。みんな、下がって。一発だったな。ありがとうククール、助かったわ。何、当然のことをしたまでさ。俺はか弱き女性を守る騎士だからな。このくらいのことは。ねえ、そっちは大丈夫だった？怪我はないかしら？ええ、あなたたちのおかげでね。助けてくれて本当にありがとう。霊源まで来て魔物に袋叩きにされるわけにはいかないからね。助かったよ。気にしないでくれ。美しきレディーたちを守るのは当然のことさ。ねえ、レーゲンってもしかしてこの山の名前？そうだけど、ひょっとして知らないの？そうみたい。なるほどな。それじゃあ俺たちは知らない間にどことも知れぬ世界に迷い込んだっていうのか？なんともロマンチックな話だな。あなた方もですか？我々も別の世界からここへやってきたんです。どうぞ。別の世界、とにかくさ、俺たちこの山の頂上まで急いで行かなきゃならないんだ。二人はこの後どうする？もし当てがないんなら俺たちと一緒に行かないか？そうしなよ。こんな山の中を道もわからずうろつくんじゃ危ないからね。どうする、ハニー。俺は別にいいんだぜ。このまま君と二人っきりでこの雪山にいては。喜んでご一緒させていただくわ。分かったよ。二人っきりはまだ恥ずかしいんだな。はいはい、もう好きに言ってれば。それじゃあみんなよろしくね。かなりの数の魔物が集まってきちまったみたいだな。ちょっとククール、もしかして私のせいって言いたいわけ？とにかくこいつらを残らず倒してから先に進んだ方が良さそうだ。それが救命だろう。救命ありません。無理で進んで後ろから追われるタイミングだ。
よし、行くよ。先へ進むにはここを通るしかないみたいだな。このくらいの浅瀬なら行けそうね。私に任せてちょうだい。代わりなさい。すっげー、水があっという間にカチンコチンだ。ざっとこんなもんよ。
し、行くよ。
山頂が近づいてきたようだ。ここを乗り切ってさっさと進む。それが